声は第一印象です。発声や話し方で人は変わります。変身したい人から声優志望まで、子どもアニメ声優教室。子どもアニメ声優教室ツイキャス。この時間は子どもアニメ声優教室の DJ シエナ、小学6年生がお届けします。本日のゲストはしおり、高校2年生まなみ、中学2年生コーダ、小4です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは10分間の声優を目指している4人のフリートークとなっております。放送事故がいつ起こるかも分かんない、みんなドキドキです。やばいね、緊張やばいね。前説で落ち着いて。はい、雑談しよう。はい、今回もね、はい、じゃあ本日のトークテーマはじゃん声優教室。声優教室、ここですね。ここですね。さあ、うん、どんなイメージとか、なんだろう、何してるとか言えばいいの。え、何してるか。何してるか、ふざけてる。なんかふざけつつ、なんかこう、いやでもちゃんと発声はやってますよ。そうそうそう、発声とかね、ちゃんとやってるけどね。何やってるって言われたらちょっと答えにくいよね。発声、演劇？たまにはね、たまに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 。なんだろう。なんかクラスの、学校はみんなにさ、あ、俺声優師やってんだって言ったら。何それ、知らない。もうちょい大きな声で言いましょう、こうたくん。まあそうね、私もね、何それって言われた記憶がある、小学校の時。私も何にも、何それ、何やってんのってめっちゃ言われた。そう、何やってんのって聞かれた時の答えミクサったらない。あ、発声。だから発声しかちゃんと言えることがないよ。他いっぱいなんかいろいろやってるんだけど、説明がしにくいかな。あ、まなみさんはどうでしょうか。私はまあ言っても、まあ、へえそうなんだで片付けられて、あ、なんだろう、不思議ちゃんポジなの。そうですね、意外、超不思議ちゃんポジで。なるほど、多分ね、不思議ちゃんポジはね、追求されないよね。そうなんですよ、はい、やばいんですよ、やばいね。うん、そうだね、あの、うん、閲覧1名様ありがとうございます。ずっとこんな感じで進んでいきますよ。グダグダですね。そう、声優教室ね。声優教室、声優教室か。あ、そうそうそう、そうだね、こないだは壁ドンしたね。壁ドン、あ、そう、壁ドンって言えばね、声優教室入る前、うん、なんだっけ、廊下でね、うん、あ、知ってた、壁ドンやると、うん、罰金が1000円から1万円ぐらい取られるらしいよ、あは的な感じ。あ、なんて言うんでしょう、クラスの女子がそんなこと言ってしまうの。夢がないよ ね、それね、私が言ったんだね、うん。なんでコウタくんが知ったかぶりで言うのかね、うん、え、言った方は多分いいでしょう。いや、そこはね、なんで自分が言った的な風にするかどうかが私としては気に食わないんだよ、わかる。知らばになってきましたね。あ、ここのね、小学生組のね、あの名物ですよね、このシエラさんが罵る。ツッコミっていうか罵りだよね、もう一方的な罵り。かわいい、怖い。心理テストでも S って結果が出ましたよ。うん、だと思う。ああ、そう、私も S って言われるな。じゃあ心理テストやってみます。やる、今よくない。え、覚えてる？あ、覚えてます、すっごいしっかり覚えてます。じゃあやろう、一緒に。さあ、リスナーにバレてしまいますよ。じゃあどんな内容かというと、うん、赤いバラと白いバラの花束があります、はい、その花束は全部で100本になるように、はい、あの、それ50本50本とか45本と55本とか、そういう風に、はい、赤いバラがとかって分けます。どっちが何本多いですか。あ、なるほど、合計で100本になれば何でもいいと、はい、赤いバラが何本、白いバラ何本って言ってもらえれば分かるんで。ああ、分かった、なるほど。赤いバラ99本と白いバラが1本だ、そう、これで。はい、1個もこうたくん、赤いバラが99本、白いバラ1本決定です。変えられません。変えたいです。ダメです、ダメです。優柔不断すぎる。さあ、まなみさん、しおりさん、どうだ。どうですか。なんだろう、赤いバラと青いバラ、白いバラです。白です。勝手に青いバラに白いバラ、青いバラ白です。
なんか個人的に赤の方が好きだし、なんかさ赤と白ってあんまりさ混ぜたら汚くならない。心理テストにそういうのを言わないでほしいです。だってそういう心理でしょ。だから自分のさ好みとかの心理でしょ。まあそうなんですけど、じゃあ私赤100でいいよ。はい、じゃあ私はゴブゴブで赤100、はい、赤100じゃない、赤50、白50で、はい、はい、こちらの心理テストで分かるのは、まあ、S、M なのはそうなんですけど、はい、赤いバラが多い方が M で、うん、白いバラが多い方が S です。へえ、じゃあ私の世間体からの評価間違ってると。M、 M になっちゃいますね。M だって S って言われるけど、しおりさんが M、 まなみさんゴブゴブ、こうたくん M、 いいじゃん別に、 S に罵られるんだったらいいじゃん別に。そうだったね。かわいそうに、あの利害の一致だね。どうしよう、声優教室からどんどん声優教室からなんだよ、離れて、いいんだよいいんだよ、ほら声優教室のメンバーの性癖の暴露ということで、うん、トークテーマいらね。声優教室のってついてるのはね、でかいよ、ほら、うん、ほらそういうくくりで集まってるから。声優教室何だ、そっか、声優教室去年の思い出せないんだね。急に黙られると困るね。2ヶ月と何日かちょっとね、このメンバーで1回何かやったなってことあったじゃないですか。何やったんだっけ、何だろう、何だっけ、分かんない。何だっけ、あれカルチャーあったじゃないですか前、あっち、ちょっとね、あの場所をね移動したからね、 あったじゃないですか、はい、そこで正月、うん、なんか、ね、去年だっけ、もう思い出せない。2010、え、長い長い長い、2016の初めぐらい、はい、なんかもうこの、あのね、もう今やめましょう、人いっぱいだと困るんだね。そう、はい、はい、じゃあ全員わかんないから何もね、わかんないね、入ってきました、ありがとうございます、お茶ありがとうございま す, いま す, いますお茶でいいですよ。お茶美味しいね。お茶、私こあれカフェオレ派ですね。マジでカフェオレ、カフェモカ、カフェラテ、あのコーヒー系統の、あ、はい、甘いコーヒー系統で、あ、私もブラック飲めないんだよな。ブラックは無理ですよ。コーヒー飲むとしたら砂糖10杯ぐらい、やってみる、5杯ぐらい、うわそれは大さじ、大さじ、ブラックは美味しいです。やばい、大人だ、一番大人だ、やだ、中二の先輩怖い。まなみさんどんだけ大人っぽいんですか。一気飲みするのが楽しくて。楽しい、え、怖い。私の友達はね、徹夜するために飲んでたら慣れたとか言ってて、私はどっちも慣れないし、徹夜もできない。やべえ、なんか今までの話で一番びっくりするのは大川さんの話だと思ったら、これは何のことだ。まなみさんがね、飲めるっていうのがね、一番ビビってるよ。なんかさっきクラスの話されてびっくりして、このコーヒーの話はびっくりして、今日はね、なんかちょっと驚きの連続だね、うん、よかったね、おめでとう。なんかこっち目線来たんだけど、おめでとう。この後の CM でたくさん罵られるからさ、そう、罵られるから今のうちに頑張れ。あの、ね、前のフリートーク店で精神統一2回目です。またトイレ行ったよね。精神統一と称してトイレに行くのは何なんだい。あれはね、一回ね、ちょっとフリートーク中に行かないためのレッスンです。レッスン、レッスンなの、本当にトイレの中で何やってんの。まず、廊下まず行って、うん、走って、トイレして、で走って戻ってくるだけの精神統一です。ただただ用を足しただけだ。はい、止まった、止まった、今日早くないですか。トイレで終わる。次回の放送はいつだ。4月のいつだ。第1週月曜日です。はい、はい、4月の第1月曜日です。はい、今回どうでしたか、しおりさん。ね、精神統一がただただ用を足してるだけっていうことがね、分かってね、よかったな。まなみさん、まあ、楽しかったけど、まあ精神統一はちょっと。はい、こうたくん、なんでみんな精神統一しか言わないんだ。はい、精神統一心に深く残りましたね。はい、それでは今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、でした。うるさい、静かにして。落ち着きなさい。そんな人は褒められる。このアニメ声優教室。